村長ミュージックスタジオはいみなさんこんにちは村長ミュージックスタジオの村長です、えー、今日もですね、えー、とっても素敵なソフトウェアを紹介していきたいと思っておりますえー、d a のですねソフトに えー、VST としてプラグインでインストールするんですけれども、えー、インストールしましたらこんな白っぽい画面になります、えー、そしてですねこのソフトは何をするかって言いましたら、えー、主にドラムの2ミックスされた、えー、バスドラハイハットなどが入ったようなあ、まあ、ループなりですね音源を 分割するることができるハイハットバスドラそしてライドスネアそんな感じで分割できるんですねどんなサンプルでやるかというのを少しちょっと聞いていただきましょう、まあ、こういうショータなループですね はいじゃあこれをですね少しサンプルとして使ってみたいと思いますドラッグドロップで画面に持っていきますするとこのように分析されますちょっと画面をどけておいてそしてですね画面を大きくして見てみましょう 今4トラックになりましたそれぞれ聞いてみますはい今ですね 4つのトラックに分けたわけですけれどもこのソフトは6つのトラックまで最大分けることができます456ここの右のところで指定しますとこれで6つですねそしてクオリティもここで指定することができますハイクオリティにしますとここでもう一度スプリットしますするとこんなふうに なりました先ほどとどう違うかちょっと聞いてみましょうはいえこんな感じでですね そして、これは編集もできますね。ちょっと一番初めの上のトラック聞いてみましょう。2つ大きなですね音が入っておりますが、はい、ここにですね、聞こえにくいゴーストが入っています。これらをですね 消すこともできるんですね右側のところに消しゴムツールがありますそれでですねこうやってクリックしましてそしてこれをピュッと伸ばすとギリギリまででいいですそしてここもですね もちろんゴーストがあった方がいいときは切ってはだめなんですけれどもこのようにいらない部分を指定しておいてですねえそれでもう一度スプリットをやり直しますするとですね今度は聞いてみてください途中にあったゴースト音が消えましたねえこのように、 編集もしていけるわけです。またですね、ここがバスドラ的な音でした。はい。この音もちょっとフニフニ。はい、しまった音ではないのがわかります。この右側の真ん中の段はですね。 えー、エフェクトをかけるることができるんできんすね、えー、ちょっとやってみましょう上からゲートイコライザーコンプレッサーそしてサーチュレーションまずゲートスイッチも一つずつあります じゃあ次はイコライザーちょっと低音を上げてみますえ周波数を決めることもできますえ次はコンプ

このようにしてですね音を作っていくことも可能ですそしてですねこうやって作ったものは DAO の方のオーディオトラックに必要な部分だけを持っていくことが可能です例えばバスドラだけ そしてこれをドラッグしますはいこのようにですねオーディオトラックの方に 持っていくことができました。ちょっと画面を見えるようにします。はい。こんな感じですね。バスドラだけを持っていきました。例えばこれ今あのソロになってますけれども、このソロを外してもう一度お。 こちらから持っていくとはい、こんな感じで全部あるものがここに表現されましたちょっと聞いてみましょう このような感じでですねオーディオにしてですね必要な部分をクリップとして使うこともできますとっても多機能でですね今はスプリットの主な説明でしたけれどもここに16個のパッドがありましてですねサンプラー としても使えるようになっております。そのサンプラーの機能につきましては来2回目以降にお話をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。尊重でした。